的な曲があればジャンル問わず挑戦して歌っております。一人ワンパートの合唱をどうぞお聴きください。それではアンサンブルウィンズの皆さんお願いします。こんにちこんにちは。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 私たちは男性2人、女性2人、アカペラで歌を、どこ行ってもすぐに歌えるようにアカペラで歌を歌っています。桜も咲いて今日は絶好の春祭りです。本当に周り見ると花だら桜でとても綺麗な光景です。では私たちはお花見のバックグラウンドミュージックとして皆さんに歌を聴いていただけたらなと思います。まず1曲目は汽車ポッポです。これは長野市出身の草川慎さんが作った曲ですが、この煙を歌のように煙をもくもく吐いてる出して走る汽車の映像っていうのは本やビデオしか見れないのかなって、だんだんそうなっていくのが残念な気がします。それでは旧松代駅のところの歌碑にこの汽車ポッポがあります。では汽車ポッポお聴きください。出発進行。汽車汽車ポッポポッポ、出発出発出発ポッポ、僕らを乗せて出発出発出発ポッポ、スピードスピード窓の外、畑も飛ぶ飛ぶ家も飛ぶ、走れ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 、鉄橋だ鉄橋だ、楽しいな。汽車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 、出発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 、汽笛を鳴らし出発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 、愉快だ愉快だいい眺め、出発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 、野原だ怪しいな俺山だ、走れ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 、トンネルだトンネルだ嬉しいな。出発出発出発、煙を吐いて出発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 、行こうよ行こうよどこまでも、明るい希望が待っている、走れ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 、頑張って頑張って走れよ松代。はい、汽車ポッポってスタートしました。次はこれから4曲春の歌をお届けします。唱歌早春譜は大正2年に作られて、もう誕生100周年を過ぎたそうです。春浅い北安曇野の一帯の情景を伝え聞いて作詞されたと言われています。春を待ちわびる歌で、春の歌の一番はこの歌でスタートです。早春譜お聴きください。時のと思われ
モーツァルト作曲の歌で春への憧れ、そして春の歌といったら定番です、滝廉太郎の花。これはもうやはりこの時期になると誰もに歌われています。これはね、明治33年に作られてます。やっぱりいい歌っていうのはずっと歌い継がれていきます。大切にしていきたいと思います。それではモーツァルトが作曲しました春への憧れ、そして滝廉太郎が作曲しました花、2曲続けてお聴きください。おいで5月よ緑の使者、咲かせておくれスミレの花、スミレの花は春のしるし、楽しい散歩に出かけたいな、緑の春よ早くおいで、僕たちみんな君を待ってる、スミレの花よ小鳥たちをたくさん連れて来てよ早く。黄色で綺麗になります。長野県ではの飯山の菜の花畑が有名です。
このおぼろ月夜も中野市出身の高野達之さんが作詞しました。これも大正3年に作られた歌です。やはりこの時期、これからの時期歌われる曲です。そして次はそれが過ぎると今度は各家々から鯉のぼりが上がってくると思いますので、お湯の光景も見られると思います。この鯉のぼりも大正2年に作られました。ではおぼろ月夜と鯉のぼり2曲続けてお聴きください。私たちはワンパート一人ずつ音が違うので必ず笛の音で音を確認しながら歌っています。ではそれではちょっとどのパートで歌っているか自己紹介したいと思います。お願いします。はい、皆さんこんにちは。私は、男性の一番低い音域、バスを担当しております花と申します。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。男性のパート、高いパート、テノール担当の宮沢でございます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は女性の低いパート、アルトを担当しております村田です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は女性の高い部分、ソプラノを担当しております町田です。よろしくお願いいたします。それでは鯉のぼりを聴いてください。イラカの波と雲の波、重なる波の中空を、立花香る朝風に高く泳ぐや恋のぼり、開ける広い その唇、船をもの番さまみれて豊かにぐるる、おひねりは竜になりぬべき我が
ぼり。はい、ありがとうございます。松代には、松代というのは童謡の町と言われています。たくさんの童謡を作った貝沼実さん、山上武雄さん、坂口淳さんが生まれた場所でもあります。今日はその中から2曲、山上武雄さんが作詞して貝沼実さんが作曲しましたお猿の顔や、威勢よく掛け声を掛け合いながら日暮れの山道を駆けていくお猿の顔や、作曲家の貝沼実さんは松代の東城地区の奥の山清滝あたりを心に描き、北に連なる愛宕山、鳥内峠へと駆け抜けるイメージをしながらこの歌を作曲したそうです。そんな感じでお猿さんが籠を担いできます。ほい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 さっさほいさっさほいさっさほい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 さっさほいさっさお客はおしゃれのこんにつねスーンとすましてのてるそれやどこどこいほいさっさほいさっさほい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 さっさほい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 さっさほい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 言葉の美しい歌、メロディーの綺麗な歌、懐かしい歌をみんなで一緒に歌おう、そして大人が子供に伝えていかないと途絶えてしまうのではないかと思います。年々教科書からだんだん童謡唱歌が抜かれていっています。やっぱり皆さんが歌って伝えていってほしいなと思います。これから歌う貝沼実さん作曲の優しいお母様は松代には歌碑が立ってまして、松代小学校にこの歌碑が立っています。親子の間に細やかな愛情が通い合うとてもいい歌です。優しいお母様お聴きください。私がお眠りだったとき、優しくねんねん子守歌、歌って寝かせてくださった、本当に優しいお母様、夏は寝冷えをせぬよ、冬はお風邪をひかぬよう、お布団直してくださった、本当に優しいお母様、私が大きくなったなら恩をお返しいたします、それまで達者で待っててね、本当に優しいお母様。はい、優しいお母様でした。
松代の作詞作曲が歌もいますけど、最後に松代の歌を歌うのは松代出身の新劇女優松井須磨子が生まれた場所でもあります。松井須磨子がこのゴンドラの歌を歌ってヒットさせました。これも中野市の中山新平さんが作曲した曲です。ではゴンドラの歌お聴きください。命短し恋せよ乙女、赤き唇あせぬ間に、熱い血潮の冷えぬ間に、明日の月日はないもの、命短し恋せよ乙女、いざ手を取りてあの船に、いざ燃えるほど君の方に、恋せよ乙女、黒髪の色あせぬ間に、心の炎消える間に、ある人が言ってました。童謡唱歌は歌っていると情景が自然と浮かんでくる、景色が見えてくるって言ってました。本当にそんな歌を大切にしていきたいと思います。次は明治34年に作られました紅城の月です。今の桜もとても、昼間の桜も綺麗ですけど、ここの夜桜もとても綺麗です。それでは紅城の月お聴きください。春からの花の縁、めぐる杯風景
つさんとてか今もなお私たちは本当に童謡唱歌を主に歌いながらいい歌だなと思うのはいろんな歌に挑戦しています。この最後の1曲は坂本九が歌っていました。上を向いて歩こうと明日があるさ、この2曲続けて終わりにしたいと思います。ルル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 上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩こう。Oh, yeah.
ポン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 明日がある明日がある明日があるさポン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 明日がある明日がある明日があるさはい、長い時間ありがとうございました。これからもお楽しみください。美しいハーモニーをありがとうございました。アンサンブルウィンズの皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。